22日に終了したワールドベースボールクラシックで、侍ジャパン公認サポートキャプテンを務め、選手等への取材や試合のリポートをするなど、大会中フル稼働していた中居正広さんが、23日にアメリカから強行日程で日本に帰国し、空港ではげっそり激痩せした姿だったと週刊誌、女性自身が報じています。中居正広さんは昨年11月から体調不良を理由に芸能活動を休止し、病名など詳細は明かさずに当初は、1ヶ月程度の休養と発表していたものの、12月に年内いっぱい休養することが発表され、1月に仕事復帰しました。休養入り直前にはテレビ番組で激痩せした姿を見せていたほか、週刊誌、週刊新潮によって、昨年7月に急性虫垂炎で手術を受ける前後に盲腸癌が発覚し、9月に手術を受けていたと報じられました。その後も、女性セブンが11月に、中居正広さんが再手術を受けたとの話を伝え、これらの報道によってファンなどから心配の声が相次ぎました。ただ、中居正広さんは1月に仕事復帰すると元気な姿を披露し、各レギュラー番組にも即復帰して、侍ジャパン公認サポートキャプテンにも就任しました。女性自身の取材にスポーツ紙記者は、大会中の中居正広さんの様子について、仕事に復帰しているとはいえ本調子とはいかないようです。ベンチの横から試合をリポートするというライブ感を伝える役割も、前回大会に比べて話す回数が少なかったです。また前回大会までは立って試合を見ていたそうですが、今回は座っていることが多かったと言います、と証言しています。準決勝、決勝戦が行われたアメリカ、マイアミに渡った後の様子についても、テンションは高めでしたが、裏側ではぐったりしていました。当初は、優勝会見や TBS 系列の決勝の再放送の冒頭に、中居さんが生中継で出演することも検討されていました。しかし、中居さんの体力面を考慮して見送り、再放送の冒頭にメッセージを寄せる程度でした、と、テレビ局関係者が明かしています。そして、2週間にわたる大会は日本代表が優勝という最高の形で幕を閉じ、中居正広さんは決勝から一夜明けた23日に、強行日程で帰国したそうですが、その時の様子について女性自身は、空港での中居の顔はげっそりと痩せて青ざめているように見えた。身を粉にして世界一を伝え、帰国した姿はさながら、泥だらけのリポーターだった、としています。この報道を受けてネット上では、取材して、レポートして、テレビに出て、日本でもアメリカまで行っても連日それをやってたら、50歳の人間なら裏では誰もがぐったりもげっそりもしますよ。そりゃ疲れるよ。でも中居くんにとって最高の仕事だったんじゃない。体調最優先で仕事頑張ってほしい。さほど詳しいリポートができるわけでもないし、わざわざ侍サポートみたいな感じで行く必要はなかったと思う。もう少し体調を考えて無理をしないでもらいたい。健康体の私でも渡米して WBC のレポートなんてめっちゃ疲れるよ。それこそげっそり帰国になるわ。昔もそうですよね、復帰後の夢盛りライブでも頑張って。帰りぐったりしながら手を振ってくれた。だから頑張りすぎないか、体調が心配すぎる。病み上がりで WBC 取材はお疲れで当然。テレビ中継見てるだけでも興奮して疲れた。連日、目の前で見ていたら疲労度マックスだと思う。ゆっくり休めるといいですね。無理をしたのかもしれないけど、WBC に中居くんが行くという中居くんの希望が叶ってよかった。無理せずいつまでも元気でいてくれることを願ってる。などの声が上がっています。中居正広さんは、仕事復帰から1ヶ月も経たないうちに、侍ジャパン公認サポートキャプテン就任が発表され、その後は複数のレギュラー番組の収録に参加しながら、WBC の取材や関連番組の収録など様々な仕事をこなし、2月には日本代表の宮崎キャンプも訪問しました。3月に大会が開幕後は、日本代表の試合を夜遅くまでリポートした翌日には、レギュラー番組の収録と次戦のリポートを行うなど、大会が終わるまでスケジュールがパンパンな状態だったようです。そのため周囲からは、中居さんが大会終了まで、サポートキャプテンの役目を全うできるか、と心配の声が、上がっていたとの報道もありました。また、女性自身は WBC 開幕直後の記事で、今は体重は戻ってきたようですが、一気に食べると吐いたり冷や汗が出たりと不調をきたすこともあって、1日に何回かに分けて食事するなどして調整しているそうです。もっぱら自分でお粥を作って、食べていると話していましたよ、と言った。
業界関係者の証言を伝えており、病み上がりで体調は万全な状態ではないとしていました。テレビ局サイドも中居正広さんの身体を気遣ってか、過去の大会よりも登場回数を減らしたり、アメリカに渡る1週間前から他の仕事を入れないなど調整を行い、大きなトラブルもなく、サポートキャプテンとしての仕事を務め上げました。仕事復帰から間もなく多忙な日々が続き、緊張感から解放されたこともあって多少ぐったりするのも、当然だと思いますし、中居正広さん自身は先日放送されたラジオで、お休みしているとき、食事は脂っこいものを取らなかったりとか、今ちょっと調子に乗ってラーメンとか少しずつ食べ始めた。現場でご飯を食べるようになった。基本的に油とご飯って感じなどと語っていて、体調は回復に向かっている様子から、余計な心配をする必要はないのかもしれません。ただ、中居正広さんも50代に突入し長い芸能人生で初めて、体調の問題で数ヶ月にわたって、芸能活動を休止するというトラブルに見舞われているだけに、今後も決して無理はすることなく、仕事よりも体調を最優先にしてほしいところですね。昨年7月に急性虫垂炎の手術を受け、11月から体調不良を理由に芸能活動を休止中の中居正広さんが、正月に、入院先の病院から強行退院していたことや、休養発表前の異変を週刊誌、女性セブンや女性自身が報じ、ネット上では様々な声が上がっています。中居正広さんは昨年10月に、体調不良を理由に、中居正広のキャスター中居等のレギュラー番組を欠席し、同15日には番組に復帰しましたが、11月4日に再び体調不良で休養することを発表しました。当初は1ヶ月で仕事復帰するとしていましたが、12月に個人事務所のんびり中居が公式サイト上で、体力、筋力の回復を図るコンディションまで整いませんでした、として、休養期間の延長を発表し、新しい年が始まる頃には活動を再開できるよう、年内は静養いたします、としていました。二度目の休養発表前には、週刊新潮が、実は、急性虫垂炎の手術と前後して、別の病変が発覚したのです。それは盲腸の癌でした、という関係者の証言を伝え、中居正広さんは9月に盲腸癌を切除する手術を受けたものの、手術による体への負担が想定よりも重く、入院期間が長引いていると報じていました。女性セブンの取材によれば、中居正広さんは休養中に東京都内の有名大学病院に入院し、年末年始も入院していた方がいいと勧める人もいたそうなのですが、最終的にはそうした静止を振り切って退院し、お正月を住み慣れた自宅で過ごすことにしたようです。療養中のこの年始は、さすがに遠出するわけにはいかなかったようですが、それでも慣れない病院で過ごすよりかは、自宅に戻ることを選んだのでしょう。退院が一時的なものかどうかはわかりませんが、いずれにしろ、お正月に自宅に戻れたことには万感の思いがあるでしょう、と、芸能関係者が明かしています。実際に女性セブンは、中居正広さんが正月に車を運転する姿をキャッチしており、自宅マンションから高級会社に乗って、街に繰り出したと伝えています。女性セブンの取材に芸能関係者は、中居正広さんが11月の活動休止発表前後に、再び手術を受けていたと証言し、当初、1時間に満たないごく短時間で終わるはずが、いざ手術が始まると難航、数時間にも及ぶ想定外の事態だったそうです、と明かしています。続けて、活動休止期間を年内いっぱいとしていた通り、中居さんは年明けから復帰すると強く主張していました。一方で、関係者の間では、病状は深刻で、年内だけでは足りない、という空気が漂っていた。いい機会だから、春くらいまで少しゆっくりして、番組改編期に動こうと諭した人もいました、と語っています。テレビ局関係者によると、中居正広さん本人が早期の仕事復帰を希望していて、もし休養の延長を進めた場合には、中居さんのプライドを傷つけてしまう恐れもあるため、現在は VTR やコメントでの出演を模索しているといい、ファンやスタッフのためにも、早く戻りたいと本人が強く望んでおり、周囲も中居さんの前向きな気持ちを、大事にしたいと考えています、としています。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。